じゃあ次はね、引き続いてさっきはねバスの歌を一曲歌ってたんですがね、今度はね電車の歌を一曲歌ってみたいと思います。なぜかここ前走ってる伊東線で向こう伊豆急線なんですけど、私住んでる修善寺はなぜかこの山向こうに走ってる伊豆箱根鉄道寸土線というほとんど熱海の人には馴染みはありません。なんか伊豆箱根バスがちょっとその辺走ってるかな。学団鉄道多分熱海とほとんど知らないと思われますよね。そうです、あのねこの人富士の吉原、東京の吉原じゃないですよ、そう富士の吉原ですね。あの学団鉄道もいいですよね、富士で富士山見ながらいろんなことやってますね。いろんなことやってますか。まあ、今ねあのローカル線どこも苦しいね。じゃあそんな伊豆箱根の歌一曲歌いますか。一応これあれですよ、会社公認ですから、知ってます公認なの。会社はね一応ね CD 出すときに許可もらいに来ましたよ。あの同業他社でしたけど許可もらいました。じゃあ行きましょう、箱根鉄道寸土線。Shining.
る。今日も電車は僕を乗せて走る。今日も電車は走る。渡辺さん、ありがとうございます。淡々とやっております。だんだん恐怖が吹くとお客さんがいなくなっていくのがひしひしと感じるわ。悲しいです。これ以上吹いたらどうなんだろうみたいなね。まだ土曜日の午前中、お昼ちょっと過ぎたぐらい、これからですよね。あの、私たちは少なくともね、見える長幅を盛り上げるために来て、盛り上がってどうすんだみたいなね。あまり下がるとほら横であの監視もいますので、あのあんたたちもういいよって言われるのが怖いです。でもそう言われながらね、もう10年ぐらい来てるんですよね。いつでもクビになりそうな。これが田中みどりさん来たら一発でフェイルのにな。